ちは、みです。本日はですね、大の大冒険ドラゴンクエストの周回をやっていきたいと思います。久々にこういう周回動画出すんですけども、今回ですね、ダンジョンでドロップするダンジョンドロップキャラですね。で、いい感じの性能のやつがいまして、こちらのアークデーモンさんと、さまよう鎧ってやつもね、結構いいんですけど、これがですね、性能は、はい、こんな感じで、覚醒もね、なんか強そうなんだけど、スキルがですね、敵全体に10万の固定ダメージが、スキルベ最大にして8ターンで打てるんですよ。これは結構ね、無課金で手に入るキャラとしては、いいキャラだなって思うんですけども、例えばね、敵全体で言えば、鱗滝さんとかは50万ですけど、無課金でね、10万の固定が飛ばせるっていうのはかなりいいと思います。これを集めよう、みんな。無課金の方は特に集めておいて損はないと思います。なるべくならね、艦隊分集めたいですね。固定キャラ持ってない方、ラー武器とかね、持ってない方は集めましょう。で、さまよう鎧なんですけども、こちらはですね、スキルが敵1体に 50% の確率で大ダメージを与えるってあるんですけど、最大で7ターンですね、2分の1の確率でね、なんと固定1000万が飛ぶらしいです。すごくない？私まだ使ってないんですけど、1000万はでかいよね。まあ2分の1だとしても、なんかなかなか面白い性能だなって思います。なので今回はこちらを取れるような周回編成をご紹介いたします。バルジの島の戦い、どこを周回するかというと、アークデーモンだけでいいよっていう人は超地獄級でいいと思います。その他のドロップキャラ、さまよう鎧も含めて欲しいなっていう方は地獄級でいいかな。で、メダル集めとかはね、全然中級上級とかでもいいと思います。私が今回使う編成がこちら、西宮桃アバン。これ呪術のキャラで、アバンが今回の大の大冒険キャラですね。これはアバンが結構でかくてですね、固定1000万飛ぶんですよ。光を6個以上つなげて消すと固定1000万飛ばしてくれるので、ボスの超根性とかをね、無視して飛ばすことができます。これが結構早いんじゃないかなって思ってます。フレンドじゃないや、自分側の西宮桃ちゃんがリーダースキルが光属性の HP と攻撃力が 2.1 倍、操作時間が5秒延長、光を6個以上つなげて消すと攻撃力が8倍、3コンボ加算。この3コンボ加算っていうところがね、いいよね。道中でさ、6コンボ吸収のところがあるんよね。ここが結構楽になるので、桃ちゃんはおすすめです。光列強化いっぱい持ってるしね。で、この中にサブにゴルキウス3体とももちゃんもう1体入れてます。じゃあ1体ずつ紹介していこう。まずリーダーの西宮ももが、ここはリダチェン体制は必ずつけてください。ボスでリダチェンが入ります。アシストが列強化ですね。光列の武器をつけてあげてください。で、ゴルキウスが、聴覚性はスキブでいいかな、全部。はい、でここに、全部横一列光にするっていうスキルを載せてる感じです。私が持ってたのは、シェザル、進撃のアニレオンハート、あとキリンですね。ここのキリンです。キリンのスキルがね、結構大事で、ここはちょっと代用あるか分かんないんだけど、3コンボ加算がついてて、その6コンボ吸収の時に余計にコンボしなくても抜けるっていうところが強いので、キリンはできれば入れておきたいですね。キリンです。で、サブのももちゃんも同じく、列強化をアシストしてますね。で、フレンドさんのアバンは、ていうかアバン先生は固定がね、固定で選んでいるので、潜在とかも特に指定はないです。何でもいいです。はい、こんな感じのパーティーで、一応攻撃力アップのバッジをつけてもらおります。いう感じでやっていこう。アークレモン出るかわかんないけどね、出なかったら後で動画のね、最後につけておきます。もうね、ここはもう左から順番にマリンしていくだけです。スキル打って、ゴルケイオスにしてる理由としては攻撃枚数を減らしてるっていうだけなので、
シャゼルとか別に自家入れしてもいいんだけど。はい、いきます。もうこのままパリンしていくだけです。さあ出るか。4回だね、出るとしたら。さあクレモン、さあ来い。はい、さあ来るのか来ないのか。来ない、来ないです。じゃあこの後動画流します。でここのね6コンボ吸収がちょっと厄介なんですけど、このキリン使ってこのままパリンで、あパリンできた。1コンボ余計にしちゃったけど、1コンボだけでしっかり7コンボまでいくので、それで突破していきます。はい、ボスは2体目のももちゃん。はい、リラちゃんは大丈夫。はい、もうこれでね半分まで攻撃で飛ばして、あとは1000万個程度。早いですね。ありがとうございます。ちょっとせっかくなんでアークデーモン出るまでやるわ。そんなにね、そんなに出ない感じしないんだけど、動画回したら出なくなるやつか、これは。さあ、来い。これ、基本的に1分20から30秒ぐらいで回れます。早いのかどうかは分からないけども、楽です。あと、出回ってるので言うと、やっぱ五条さんの編成がね、めっちゃ出てますけど、私は1体も持ってないので関係ありません。お嬢さん持ってない方、西宮桃を使いましょう。あとは台とか出ないね。出ないな。はい、3周目。さあ来い。なんてもう話すことなくなっちゃうから。ゴルケイオスってさ、なんだっけ、鍵の勇者でしたっけか。持ってないってコメントに書かれそうなんだけど、まあ別にさっきも言った通り自家入れしてもいいし、他のスキル多いキャラで代用してもいいし、いろいろやりようはあると思いますので、あくまでも参考にしつつという感じでお願いします。出ませんでした。でーん、5周目なんですけど、スタミナ的にあと1回しか回りません。よろしくお願いします。ここ行きます。出た、出た、な、出ない。はい、ラストチャンスいきます。これラストで出たら逆に空気読んだってこと、アークデーモンがそうなる。さあ出るか。ラストチャンスお願い。空気読んで、空気読んで。出ない。はい、ということでね、まあ、出なかったですけど、これ結構さ、まあ超地獄級なのでメダルもね普通に落ちるので、いい周回だなと思います。今ので金4回ぐらい落ちたんじゃないかな。はい、ということで今回は私のね、まあ、ふみぱず流の大の大冒険の周回編成でした。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それではさよなら。